おはようございますえただいまからまクリーン会を開会いたしますえ本日は都市計画局関係で付託議案4件の審査報告1件の聴取陳情1件の審査および一般質問を次に建設局関係で付託議案2件の審査および一般質問をそれぞれ行うことといたしますなお本日行う一般質問については昨日午後1時までの事前通告制としております お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願いますこの一般質問および請願・陳情審査は関連質問も含め一挙ごとに各会派等に割り当てられた時間内で行っていただきますのでよろしくお願いいたします委員および理事者におかれましては的確かつ簡潔な質疑・答弁を行っていただくなど円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたします 次に、前回の委員会で建設局に要求いたしました資料は各議員団室に送付しておきました。以上、ご了承願います。それでははじめに、都市計画局関係の付託議案の審査を行います。議第96号から99号、地域の実性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する、法律の施行にとも伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ほか3件、以上4件を審査いたします。 審査は議案についての説明を一括で聴取した後、議案ごとに質疑を行うことといたします。理事者、説明願います。大技都市計画部長説明着席して説明してください。うございます。それではよろしくお願いいたします。都市計画局の所管事業に係る議案につきましてご説明させていただきます。<laughs> 令和六年九月司会議案説明資料ナンバー一の議十三ページをお開きください。<laughs> <laughs> 議第96号地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます1条例改正の趣旨でございます地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律通称第14次 地地方文献一括法の施行により、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、京都市駐車場条例ほか8条例について規定を整備するものでございます。2条例改正の概要をご覧ください。これまで建築主が国、都道府県、または建築主事を置く市町村で、 本市内で建築する建築物等については本市が法に基づく検査・審査等を行わなければならなかったところ法改正により指定確認検査機関による審査・検査等が可能となりましたこの改正に伴い法に基づく審査・検査等の条項を引用しているカッ1からカッ9の条例について規定を整備いたしますなおこれらの条例のほか京都市 伝統的景観保全にかかる防火上の措置に関する条例についても規定を整備いたしますが罰則規定に関する協議に時間を要しているため11月以降の司会に提案いたします3施行期日は第14次地方文献一括法第7条の規定の施行の日またはこの条例の交付の日のいずれか遅い日でございますい第96号のご説明は以上でございます続きまして 議15ページをご覧ください議第97号京都市南岩本公園条例の制定についてでございます <laughs> 1一条例制定の趣旨でございます南岩本公園がある京都駅東南部エリアでは活性化方針に基づき文化芸術及び若者を基軸としたまちづくりを行っております南岩本公園の再整備にあたりましては 公募設置管理制度、パーク PFI と呼びますが、これを導入し、当該活性化方針に基づく活用を目指しております。本条例は、再整備後の南宮本公園につきまして、パーク PFI 事業者による施設等の管理運営に加え、地域をはじめとしたさまざまな団体に公園を活用いただけるよう、今回条例を制定し、公園の維持管理等を指定管理者に行わせようとするものでございます。 また、指定管理者の経営努力を促し、より一層の市民サービス等の向上を図るため、合わせて利用料金制を導入しようとするものでございます。次に2、条例の概要をご覧ください。カッコ1、指定管理者による管理でございます。効果的、効率的な管理を行うため、公園の管理を指定管理者に行わせるものです。カッコ2、公園の管理でございます。公園でイベント等を実施する場合の行為の制限及び 特別の設備に係る許可について指定管理者に行わせるとともに現状回復等について規定するものでございます利用料金制の導入でございます利用料金制を導入し表にある額を上限として指定管理者がその範囲内で利用料金を定め収受できるものといたしますなお上限額につきましては都市公園条例に基づく利用使用料と同額としております議 第97号のご説明は以上でございます。続きまして、議17ページをご覧ください。議第98号、京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1、条例改正の趣旨でございます。棟梁市営住宅において団地再生事業に着手するにあたり、事業を効率的、効果的に実施できるよう、事業の内容や事業手法、 事業者の選定等に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議するため、新たに付属機関として、京都市棟梁市営住宅団地再生事業検討委員会を設置するものでございます。次に2、条例改正の趣旨でございます。同委員会の担任事務、委員の定数及び任期等につきましては、表に記載のとおりでございます。最後に3、施行期日は交付の日としております。 議第98号のご説明は以上でございます。続きまして議19ページをご覧ください。<laughs> 議第99号、京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。1、条例改正の趣旨でございます。老朽化により除却した地図市営住宅を廃止しようとするものでございます。2、条例改正の概要でございます。 京都市市営住宅ストック総合活用指針の方針に基づき、同市営住宅を廃止しようとするものでございます。3、施行期日につきましては交付の日でございます。ご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それではまず、議第96号、地域の実践および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、質疑のある方は挙手願います。 はい、結構です。はい、では平井委員。平井委員。えっと、今回のですね、条例改正は第十四次地方分権一括法による改正で。 まあ他の分野にもあの多岐にわたりまして、全般に合理化と規制緩和を進める中身だというふうに私は確認をしておりますが、えー、建築所持を置く市町村がその地,、えー、地域内で建築する建築物等について、うん、市において、えー、審査、検査等を行うべきものをこれは規制緩和するというものでありまして、民間の指定、検査機関にもあの可能とするものだと。 えっと国はあのなぜ今回の改正をしたのかまず教えていただきたいと思います。上原建築省部長。はい。えっ、ー、と今回の、えー、建築基準法の改正にかかるあの趣旨ですけれども、えー、老朽化した公営住宅を一気に建て替える時期が来るということですとか、えー、特に大大規模災害時の公共施設 などにつきまして、えー、その後、えー、急いで復興しないといけないというときに、えー、その、えー、審査ですとか、検査が、えー、集中するということを、えー、想定されますので、それを円滑に、えー、審査、検査などをしようとするために、えー、民間にも開放するということと聞いております平井、まあ、あの京都市がやってるわけではないので、あれですけれども。 あのそういう大規模災害が起こった際にですねあの本来ならば、えー、と地方自治体がですね建築主事をあのきっちりと言って育ててですね 集中するその審査にも対応していくということが求められるんじゃないかなというふうに非常に思うわけでありますけれどもこの間も京都市における建築主治の検査が民間検査機関による検査が可能としたことでこの前も質問して激減しているなということを確認しましたけれども建築主治の役割そのものがなくなってしまうのではないかと。 あのいう器具をあの覚えるわけでありまして、あの本市において技術を持ったあの建築主持が、こういう規制緩和によっていなくなるのではないかというふうに思うんですが、この点、お考え、いかがでしょうか。上原部長 建築確認につきましては確かに民間が平成10年に開放されてから民間の確認検査機構でもうほとんど99%が審査されるということとなっておりますただ京都市にその分がずっと後で報告なども来るんですけれどもそのダブルチェックを随時行ったりですとか建築確認に 建築基準法に関する相談などにつきましても、えー、京都市にたびたび来るということですとか、えー、民間確認検査機構からの紹介事項ですねあのこれをどういうふうに扱ったらいいかというような紹介なども来ておりまして日々そういう実践も通して、えー、職員の技術力を確保していますとともに、えー、内部での研修ですとか、えー、いろんなことで技術力の確,あの確保維持確保向上をすで、えー、に進めておるところでございます。 あのよく思うんですけれども、実際に検査、審査あのしていないという人がです、ね、いくらあの確認、全体的にあるとか、国に対しても、あの報告に対してあの見るといってもです、ね、やっぱりそこは本当にあの、えっと、深いものではなくなるんではないかというあの危険性があるなというのは、どこまでも思っておりまして、まあ、もちろんあの、国がそういうふうな方向でかなり動いていると。 あのいうことが大きなな問題なんですけれどもあの民間検査機関に丸投げしている中京都市自身があの建築市場を育てるような素地を作っていくということが、まあ、今、あのえっと、研修等とて話がりましたけど研修だけではなくてやっぱり実践の中で培われるものを作っていくということがあの求められるんじゃないかとあのいう,ふうに思いますしあの京都市として技、ね、術者を育てると。 要は実践的にやっぱりあの実態,実態を分かっている人を育てるということがあの必要ではないかとあのいうふうに思いますこの点はいかがでしょうか上原部長、はいえー、今回の法改正につきましては、えー、国ですとかあ地方公共団体の建物を 災害時に民間にも開放するということが趣旨ですので基本的には京都市の計画通知ですとか引き続き京都市で見るということを想定しておりますので特に今までと変わったということとは考えております。今までのの確認の検査とか審査ととかか審 それが今回の法改正によって変わるということを想定しておりません、引き続きまして、民間からの相談を受けましたりとか、まあ、日々の相談もたくさんあるんですけれども、そういう実践を通じまして、技術力の確保、維持、向上に進めて努めてまいりたいというふうに考えております平井、まあ最後一言ですけど、災害の備えだから自治体がきっちりとそういう方々を育てていくということが求められてるんではないかと。 上もちろん民間と協力することはもちろんあると思うんですけれどもやっぱり自治体自身が災害で一番先にあるみ味動くわけですからそこはやっぱり持ってる技術を持っているしそういう人が審査をできる状況を作っていくっていうことがまずもって求められるんじゃないかというふうに思いますしどこまでもそれはもちろん規制緩和後ですからほとんどの ことはもうすでに民間でやってるっていうことになってくるわけでありますけれども、やっぱりそういう中でも京都市独自で災害の備えとして行政が建築主事をやっぱり言って育てていくっていうことは絶対的に必要だということもあの申し述べて終わりたいと思いますこの件に他にございませんか。 なければ次に議第九十七号南岩本公園条例の制定について質疑のある方は挙手を願います。はい、結構です。では最初に桜井副委員長。桜井副委員長。 いわゆる東市駆エリアにおいてパーク p f i の事業として、えー、進められているこの岩本公園の再整備事業でございますけれども、あのー、これ経過経緯を見ますと当初、えー、契約候補の事業者が辞退をしたということであの時点の、えー、契約候補事業者と協議を進めてこられたというわけでありますけれども あの9月の末、25日かな、確か25日には、あのこの事業者が、えー、計画する施設の概要に対して、ご地元で説明会をあの開催されたということをお伺いしておりますが、あのこれ、今後、この事業者、どのような施設を整備をされているのか、まずそのあたりをご答弁願います谷本住宅室住宅事業担当部長。はい、えー <coughs> 南岩本公園の再整備に関する施設の内容等についてでございます。南岩本公園再整備事業では、大まかに申しますと、西側の既存の南岩本公園部分をパーク PFI 事業者が整備をすると。で、その東側の拡張部分について、京都市が整備をするというものでございまして、 パーク p f i 事業者は主にあのメインとなる建物と駐車場といった施設を整備を行ってまいります先ほどもございました9月25日に住民の説明会が行われましてパーク p f i 事業者から現在設計を進めておられます施設の概要について説明がございました建物につきましては平屋建て1棟で延べ床面積が約120平米ほど でカフェとギャラリーでございましてこのカフェにつきましては約30席程度ですね想定をしておられますカフェの壁面や一角を使用したアート展示や地元有志による展示一律芸術 大学との連携などを検,定検討をされているところでございます。建物にはバリアフリーに対応した24時間使用可能な公衆トイレが併設され、駐車場につきましては駐車区画が36台分、車いす利用者の区画は1区画というコインパーキングの整備予定という,ふうな説明がございました。井副委長 わかりましたあの概要については今のご,すご説明であのだい,たいあのわかりましたそれであの。いわゆるこの授業でございますけれども、あの地域がいろんな今、あのご説明があった施設整備あの、地域の方でもやっぱりやってほしいというようなお声もあったのかなというふうにあの思うわけでありますけれどもね、じゃあ今後、えー、この今、説明会があって、これから整備を進めていかれるんですが、 えっと、会議に向けて、えー、どのようなスケジュール感で、この事業を進めていかれるんでしょう。谷本担当部長。はい、えー、今後のスケジュールでございます。えー、っと、本市整備部分の。 管理につきましては年内に都市計画局の指定管理者選定等委員会を開催いたしまして指定管理者の募集要項を審査いただきまして年明けに公募を開始したいと考えておりますその後、年度内にです、ね、2回目の選定委員会を開催いたしまして候補者の選定を行いその上で指定管理者の指定について司会の方でご審議をいただくという予定でございます 一方、整備工事の方でございますけれども、本市整備部分はすでに8月に着工しておりますけれども、パーク PFI 事業者が収支計画や整備内容の検討に時間を要したこともありまして、パーク PFI 事業者の工事は年明けの着工となる予定でございます。公園の開園につきましては、当初の予定では令和7年の4月としておりましたけれども、これらの所蔵 性を踏まえますと、令和7年夏ごろが一つの目どの開園になるかなとうふうに考えております坂井副委員長。分かりました、まあ、あの今までの経過,経,緯が経過と経緯があったわけでありますから、まあ、令和7年夏には、えー、開園という運びになるというご答弁であったと理解いたします。えーとそれで あの今もいろいろご説明いただきました南岩本公園でございますあの指定管、指定管理者に管理させるということで、ね、今のご説明の中で、まあ、市民サービスの向上というようなあのお話もありましたけど、あのー、これ、指定管理者に対して、まあ、本市がその市民サービスの向上について、何かこう、なんていうか、指示をしたり、アドバイスしたりとか、まあ、そんなことがあるのかということと、それから、あのー、今の説明の中では、利用料金制の導入と。 いうこともご説明ありましたあの撮影会であったり展示会、飲食、まあ、そういったことに、えー、利用者がおられればそこは料金制でということなんですけどこの、えー、利用を、あのー、ご要望希望されるような事業者に対しては例えばこの利用料金制の制度、まあ、どんな形で周知されるのかですね、まあ、こういったところも含めて、あのー、今後、まあ、このいわゆる、えー、南岩本公園この条例を制定しながら この地域のにぎわいというもの、あの施設管理者には市民サービスの向上をしてもらってで、利用料金制でいろんなこうイベントの撮影とかやっていただきながら、総合的にその地域のにぎわいというのを本主としてどのように創出していくのか、まあ、その辺のお考えはいかがですか。谷本担当部長はい、えー 本市が整備する公園の部分につきまして地元ワークショップを重ねる中で自由に走り回れる公園にしてほしいというふうなご要望があるなどそれらに基づきまして土の広場と芝生の広場を整備をいたしますそこではお祭りや地域行事ですねまた野外演劇など芸術系イベントの開催も対応できるように考えておりますしまたいわゆるキッチンカーなど まあ、あのそれらの、えー、ご利用をいただいたり、まあ、手作りした地域のサークル活動 NPO 等市民活動の PR ブースの利用など、えー、細やかな活動での利用も想定しているところでございます、えー、そのご利用に向けてはあの京都市としてもあの PR 働きかけをするのはもちろんのこと今後選定される指定管理者の方に置かれても当然ながら、えー、積極的に周知活用いただけるようにという働きかけを行っていただくように、えーまあえー、想定をしているところでございますい、まあうん、いずれにいたしましまてもあの 小規模なものでも、ですね、えー、細やかに、かつ多種多様な利用に柔軟に対応して、えー、地域のお住まいの方やあ公園利用者のニーズに応えて、えー、魅力を高めることで、地域のにぎわいを創出していきたいというふうに考えております坂井副委員長。分かりました、今、いろいろとあのご説明いただいた中身というところに対して、まあ、きっちりしっかりお取り組みをいただきたいと思います。 あのー、今も、えー、条例の中身の中で説明ありました、このエリア、東九条地域というのは、えー、来年度、チームラボが開業するということで、拠点基、東南部、えー、のエリア活性化方針に、えー、掲げる、えー、文化芸術、あるいは若者を基軸としたまつづくりということがね、このエリアで、えー、ますます、あのー、今後、進むというよりも、まあ、進めていただかなあかんというふうに私も思っておりますので。 事業者と地域の皆さん方、そして本市がしっかりと連携をして、あの必要なことは共有しながら、この事業を進めていただくということを要望させていただいて、私の質疑終わりまますありがとうございました、はい、では次、中野委員、どうぞ。 よろししくお願いしますあの民間の力を活用あの力を増いただく中でですね、えー、この京都市の公園を維持管理するだけではなくて、まあ、地域の皆さんにも使いやすい、えー、公園として、えーまあ、今まで以上に あの改善していくということについては非常にあの前向きに捉えているところでもありますし、えー、京都市が一切合切全部あのやらなければならないという話ではなくて、えー、いろんな形でいろんな方のお力を借りる中で市民生活に寄与すればというふうな部分であのこの講演についても、えー、非常に期待をしているところでもあります。 一方で、あの先ほどちょっと議論もありましたけれどもその例えばその、まあ、当然ですけれども民間の方が管理、運営される中でそれなりに稼ぐ機会も必要だということで例えばこの撮影とかイベントとかこういうふうなところも計画されているというところはあります。あのまあ、もう一つはです、ね、この地域、今現在はあのどちらかというとお,お年を重ねられた方が少なくない。 地域ではありますただ今後新たに子育て世代の方が入ってこられる、まあ、こういうふうな可能性もあるかと思います、えー、まあそこから考えるとですね、まあ、当然そのいろんな形での行事イベント、まあ、ここは否定するものではないですけれども一方でその子育て世代の方も含めてですねまあ,あ簡単に木陰で談笑できるとか、まあ、いろんな形でそのお まあ遊び回れるとか、まあ、あの遊具の必要性を強調するわけではないですけれどもそういうふうな形雰囲気も併せ持った形での公演という,ふうなことで、えー、よかったですよね谷本担当部長、はいえー、この南岩本公園、えー、存在しますあの東九条地域におきましてはもうちょっと北側にもあの公演 ございますでそちらの方は遊具、まあ、昔ながらといいますかあのベーシックな遊具がございましてそちらの方でもお子さんたちが遊ばれているで一方でこの南岩本公園の整備を検討する中お声を聞く中ではあの先ほども申し上げましたが、まあ、走り回れるようなスペースが欲しいというふうなことをメインにして、まあ、コンセプトにして整備を行っていくものでございます。一方でで、まあ、若干ではあありますけどもちょっとあの 端っこの方にあに遊具といいますか、えー、したものは備えますし、えー、先ほど議員ご指摘の,あの、まあ、木陰といいますか、まああの、まだ植えてすぐは、あのちょっとまだなかなか木陰はできないとは思いますけども、えー、そういったものも育って定着する中で、そういう憩いの場となるような形で整備を進めていきたいというふうに考えております中野委員まあ,あと、まあ、例えばこういった時期に考えると、なかなかその抜けがちなんですけれども。 えーまああまあ、地球温暖化の中で,です、ね、気候変動の中で、まあ、特にその、まあ、6月下旬から9月のいっぱいまでもう暑くて外出られないとかあとそれこそ遊具で遊ぶっていっても,もう暑くて触れないとかいろいろありますあのしたがって例えば、まあ、あの木陰があることで、まあ、いささかでも量を取れる、まあ、そういうふうな、まあ、あのベンチとか。 ああそういうふうなところも含めてですねあのいろいろと、まあ、地元の皆さんと協議される中で、えー、居心地のいい木、えー、陰で、まあ、あの談笑できたり読書できたり、まあ、こういうふうな環境も整えた形でですねこの南北両方とも、えー、この地域にはこういうふうなその特色のある公園があるんですよと、まあ、これがまた一方で新たにここの地域を選んで。 お住まいになる方の一つの目玉商品にもなるかと思いますので、まあ、そこも含めてあの前向きにいろいろと地域の方と懇談をしていただけたらと思います、まあ、残念ながらその夏の間ねあのまあ夏休みあっても暑くて外に出られない一方で外に出たとしても遊ぶ場所がないその駆け回る場所がない道路で遊んでたら怒られるというふうなことで子どもの方からもそういうそのじゃあどうすればいいねというふうなね 素朴な疑問を投げかけ,るあのかけられるところがありま,すまあそこから考えるとこの南北両方ともにまあいろんな形での持ち味を持つ公園があるということは地域に住む子どもたちにとってもそういう楽しく時間を過ごせる場所を確保できるというところでもありますしえまあ大宮交通公園も含めてですけど民間のお力添えでその京都市民の公園の事情が改善されるというのは。 非常に期待されるところでもありますし、ぜひそこも含めてです、ねあの、この講演の在り方、あま、あの先進事例として取り組んでいただけたらというふうにも思いますが、最後、えーまあ、今後のそれら含めての思いを聞かせてください谷担当部長はい。<laughs> え設備、公園の内容についてのご指摘もいただきました、あのえー、ベンチにつきましてはあの、まあ、当然のことながらと申しますが公園でございますので、えー、まあワークショップでのご意見もいただきながらです、ね、設置の方を進めてまいりたいと思います。一方であの、まあえー、なかなか暑い時期での公園の利用という意味では、もともと休憩ができる、飲食ができるということでの建物の設置という部分もございますし、一方で、えー まあ、あのその建物の方です、ね、あの延べ床面積は120平米程度ではございますが、あのまあ軒下といいますか、ひ、え、さ、ー、しの方ですを、ね、張り出させる形で、えー、まあそこが結果的にまあ日陰になるといいますか、そういう部分も活用した上えで、憩、え、い、ー、の場と。 なるふうな形で進めていきたいなというふうに考えております。まああのこれらがあの民間のおお力によってですね、まあ先進事例となるような形でより良いものとなるように進めてまいりたいというふうに考えております。はい。では次に倉田委員どうぞ。 まず PFI を、パ、ま、ー、あ、ク PFI を導入し、まあ、民間事業者に公園施設の、まあ、管理運営を行わせると、えー、この手法を使うということですが、えー、基本的になぜこの手法を使わなければいけないのか、ご説明をお願いします。谷本担当部長 はいえー、パーク PFI の導入についてでございます、えー、そもそもあの南岩本公園ございます東九条エリアにおきましては、まあ、スーパー等の店舗が少ない とといいったことがございますで、まあ、あの先ほど来あのご説明しておりますあの整備に向けてはです、ね、地元の協議等々を進める中で飲食や休憩ができる施設が欲しいというお声が多数ございましたそれらのニーズに応えるためですね、あの便益施設の設置できますパーク PFI 制度というものの導入に至ったという状況でございます先ほどの,あの議論でもありましたけれども えっとあのー、これ、あの当初の事業者がまった辞退をするという経過をたどっておりますが、その際に、その事業者の公募の条件というところでの見直しなどはなさったんでしょうか、ありましたか谷本担当部長。はいえー、とご指摘の、えー 選定事業者の方が辞退されたということで、1次の事業者が辞退をされ、その後、2件応募がございましたので、2次の事業者の方にそのあと選定をしたということで、その条件自体というのは変えずに、その順番で次の2次の指定を行ったというものでございます。倉田委員 あの先ほどのご答弁に戻りますけれども、まあ,あのスーパーが少ないであるとか、飲食店がないっていう声はもちろんあったのかもしれませんが、しかし、そのこととの関係で、ですね、まあ、公園の管理そのものを、この民間事業者をですね、これ、セッティングをするっていうのは、ちょっと私はやっぱり飛躍があるというふうにあの思います。 それからあのこれ、パーク p f i ですけれども、このお前例となったのが北区の大宮交通公園であったと思いますけれども、この大宮交通公園、ああ議案説明資料にもあの文書で書かれていますが、より一層の市民サービス等のまあ向上を図ると、これ、図れたと言えるのか、これについての評価はいかがでしょうか。大担当部長はい e eh この東九条エリアにおきましては京都駅の東南部エリアの活性化方針も定められておりますその中で文化芸術及び若者を基軸としたまちづくりということで取り組みを進めていることでございまして地域の活性化や地域との連携につながる取り組みについてですね民間の事業者のお力も借りながらその民間のノウハウであったりとか自由な発想 そういういいいもものも借りりながら進めててきたいと考えておりますでまた、大宮交通公園の例でございますけれども、あのえー、まあ平日ですね平日においてはまあ近隣の保育園や幼稚園の子どもさんが、まあ、あまあまあ遊ばれていたりとかいうにぎわいがあったり、でまた週末はイベント自身により、大勢の親子連れ等々が来ておられるということで、あの非常ににぎわっているというふうに認識をしております。倉田 はい、あの2点ですけれども、まあ、パーク p f っという手法を導入したのは、まあ、本市の、まあ、都市政策、まち、あえー、づくり、あるいは一定のいろんなあの運営の方針、まあ、それが、ね、上位のものとしてあると、でそれに合致した形でこれ、検討したということですね。 でそれからあの、大宮交通公園ですけれどもね、あのまあ、今、どのような使われ方をしているかということでは、まあ一旦ご紹介いただいたわけですけれども、あのまあ、地域の住民からは、ですね、えー、公園内のまあ樹木の手入れなど、これ、ちょっと不十分になってきているのではないかという声も、あの私はあのお聞きをしておりまして、あのまあ、あの公園としての、えー 都市公園の機能というものがきちっと果たせる運営管理となっているのか、京都市が十分にそのことを確認し、えー、場合によっては必要な指導、まあ、こういうことは、えー、これまで行われてきてるんでしょうか、いかかがですか谷本担当部長。はい えー、他の公園につきましては基本的にまあ建設局であったり文化市民局の方でまあ管理運営をされているかと思います。えー、こちらの南両元公園につきましてはまあ都市計画局の方が管理をしていくということであの主体といたしましては当然あの京都市。 が会議、えー、っておりまして、まあ、責任を持って進めていく必要があると思いますし、まあ、あの今後、指定管理を導入する中で、えーまあ、まずは、えー、しっかりと管理運営をやっていただけるでまた、賑わいを作っていただけるという事業者の方を選定してまいりたいと思いますのでその辺をしっかりと、えー、見極めた上でえで、ー、選定、管理運営を行ってまいりたいと思います。倉田委員、はい、あのどこまでいっても、ねまあ、民間企業業び事業者 との、まあ、契約関係における、えー、公園管理ということになりますと、やはりあの行政の責任というのが間接的、最終的には京都市が当然責任を持つと、繰り返しご答弁はいただくわけですが、例えば何らかの公園を利用するう利用者、市民からの苦情や、 あるいは不具合などの情報が入ったとしてもですねやはりそれは迂回をするということであり直接的に京都市が速やかに対処するというところではやはりあのリスクがあると言わざるを得ませんあの大宮交通公園においては大変大きなあの市民的議論になりましたやっぱりあの大宮交通公園といえばゴーカートということでね ゴーカーとはやっぱりなくさないでほしいという声が多数ありましたけれども、まあ、これなくなったということでありましたし、えー、南岩本公園においてもですね、まああのえー、地域の皆さんのお声を聞いて、えー、合致するそしてあの調整を図るということはしておられるとは思いますがしょ、えー、っぱなだけではなくて維持管理、えー、経年における その公園の地域住民のニーズに応える公園管理となるのかというところをやっぱり包含した場合にですね、私はやっぱりですね、あの企業側、事業者側のさまざまな、やっぱり運営管理における条件というのは社会的にやっぱり変化をしてきますので、その都度その都度ですね、 あのやはりその直接的に関わることが許されなくなるということは非常に大きな問題だということは述べておきたいと思います。あの民間企業というのは当然ですけれども収益を上げるということを目的としなければならない存在でありますからここは公共の福祉の増進を図るというあの立場にはなりえません。したがってです、ね、やっぱり あえてパーク PFY 導入ということではなく、京都市が都市公園の管理、運営に直接、責任を果たした上で、地域全体の要望については、まちづくりの一つの課題として取り組んでいく、私はそれこそ切り分ける必要があるということを申し述べておきたいと思います以上です他にございませんか谷、いいですか、谷本担当部長。 はいえー、と先ほどあの苦情の対応ということでございましたが、まあ、指定管理導入いたしますと、まあ、一義的にはまず窓口としてはその指定管理事業者の方になるとは思いますけれども、あの当然ながら、あのまあ リアルタイムとまではいきませんけれども、情報は共有しながら対応していきたいと思いますし、でまたあの、それらあの事業者の方ですね、パーク PFI、また指定管理者の方も、連携を密にしながら、しっかりと、まあ、意見交換を行い、また管理も行っていくということで、しっかり事業の方を取りり組んでまいりまいす倉<谷>あの今あの、おっしゃっていただいたように、まあ、リアルタイムにはならないわけですよ。 ここのととが私はやっっぱりり重大だと思っております公園というのは、あの京都市行政の管理すべきものでありますし、市民の財産であります、そこで起こることは、意味くすべてですね、やっぱり行政が速やかに把握し、対処しなければいけない、その責任を果たすことが大事だということを求めておきます。以上です他にございませんか なければ次に、議第98号、執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について質疑のある方は挙手願います。ははい結構でです。では櫻井井長。櫻井君長。 えっと、東流市営住宅に関しての、このいわゆる執行機関の付属機関設置等に関する条例の一部を改正する条例ということでございます。あのいわゆる東流支援住宅でありますけれども、令和3年9月に策定されました、本市の京都市支援住宅ストック総合活用指針において、団地再生実施、団,、えー、実施団地に位置づけられました。 えー、令和4年3月には、棟、え、梁、ー、市援住宅団地再生事業における、えー、基本構想というのが策定をされまして、えー、ただ、これが、えー、と令和4年の3月でございますから、この策定から、えーと 2, 年がえー、2年以上かな、2年以上経過をしているところでありますけれども、まあ、この間の、えー、この棟梁の団地再生の事業の、この取り組み状況について、まず説明を求めます谷本担当部長。はい 令和3年度に実施をいたしました地歴調査ですね、事業に先立ちまして行いましたで、土壌汚染の可能性があるということが判明をいたしましたので、この令和5年度末までですね、約2年間、土壌調査を実施してまいりました。 え土壌調査によりまして、えー、基本構想の策定から2年がま経過しているということでございます団、えー、地を取り巻く状況との変化の反,応反映、えー、とともにですね、えー、具体的に団地再生計画を策定していくと。 いうことで、えー、令和6年7月この7月の19日から8月の2日にかけて棟梁、えー、市営住宅のお入居者及び周辺の住民の方を対象にですね、えー、団地再生計画案の概要版をご確認いただいた上えでアンケートを実施してまいりましたまた。 8月には、ね、PFI 手法による事業を検討しておりますが、これを検討していく上で建て替えにかかる事業手法や内容、事業者の選定から契約締結に至るまでの手続きを円滑に進めるためのアドバイザリー業務のいた契約を締結したところでございます。あの現在、この9月歯会におきまして、です、ね、当梁支援住宅、団地再生事業の事業内容や事業手法 事業者の選定に関する事業を審議する付属機関として、東、え、梁、ー、市営住宅団地再生事業検討委員会の設置に関する議案を提出させていただいているところでございます坂井副委員長。わかりましたあの、そうしますと、えー、土壌汚染があって、まあ、それをにご対応のによって、まあ、あの時間が経過し、そのうち、まあ、必要な対応を行っておられるということで、理解をさせていただきます。 あの今回は、えー、付属機関の設置というところでの議案が出されておりまして、あのー、この付属機関では、まずどのようなことが議論されていくのかということと、まあ、今もアドバイザリー業務というお話がありましたけれども、このアドバイザリー業務、この中身について、えー、ご説明を求めます。谷本担当部長 はい、えー、付属機関につきましては、えー、本事業において、市営住宅の建て替えと合わせて、えー、建て替えに伴う入居者移転の支援や、えー、団地内外の活性化の取り組み等を行うため、事業の実施方針や審査方法等が適切なものになっているのかをご審議いただきたいと。 考えております。また、えー、事業手法につきましてはですね、えー、従来手法と PFI 等の民間活力導入手法を比較して、えー、財政効果やまちづくり効果の観点から総合的にどの手法が最も効果的であるかをご審議をいただきたいと考えておりますこのほか、えー、事業者の選定につきましては価格だけでなく事業者の技術力やノウハウまち、えー、づくり提案等を総合的に評価 する必要があると考えておりまして事業者から受けた提案内容をご審議いただくこととしております。えー、とあとアドバイザリー業務につきましてはですね、京都市 PFI 導入基本指針において 事業規模が50億円以上であること、競争性が確保できるものであること、民間業者の技術力、技術的能力を活用し、創意、工夫が可能なものに該当いたしますので、該当をすることで、PDFI の効果が期待できるものについては、PDFI 導入に向けての検討対象としているとなっておりますので、この PDFI 事業の導入に当たりましては、アドバイザリー業務の実施が必要とされております。 アドバイザリー業務につきましては PFI の着実な導入に向けて、受託者からの制度面、技術面、法務および財務面における適切な支援を受けまして、事業の手法や内容、事業者の選定等に関して調査に検討し、民間事業者の公募から契約締結に至るまでの一連の手続きを円滑に進めるためのものとなってございます。以上でございます坂井副委員長 わかりました。附、えー、属機関の設置そしてアドバイザリー業務についての中身について今ご説明いただいた中身で、あのー、承知をさせてあのー、理解をさせていただきます。で、あのー、まあ今回一つはやっぱりその土壌調査によってですね、少しまあ時間がかかってあのー、まあ今。 えー、本市でも例えば私はこの作京区でも団地再生事業を行ってはるんですけれども少しこの、えー、棟梁の支援受託というのはあのそれよりもあの遅れを取っているという状況でありますけれどもねあのお伺いすると非常に、まあ、あのこの棟梁の団地というのはあの建築されて年月も経っているということでございましてあの再生事業に対するおそらく地域の方は 非常にまあ大きなご期待というか、あのご希望を持っておられるのかなというふうに思うんですね。じゃあ、今後、あのこの棟梁の団地再生事業に全体としての進め方、お取り組みについては、どのようにされるのか、そこをあのお伺いしたいと思います。梅野担当部長 事、はいえー、業手法につきましては付属機関の審議を経て、えー、年度内には決定をするという予定としております、えー、その後のスケジュールにつきましては事、まあ、業手法の、えーまあ、その手法次第により、えーまあ、変わってくる部分もございますけども、えー、民間事業者を募集する際の使用書に相当いたします事、えー、業の業務範囲実施条件水準等を示す要求水準書を 年度内に作成をして最短では令和7年度の春ごろに事業者の入札広告を行い秋ごろには事業者を決定して事業を進めてまいりたいと思っております具体的には事業の着手は令和8年度からという予定で考えております桜井副委員長わかりましたあの令和8年度からの、えー、事業着工ということでございます、まあ、いずれにしても え現在、ご入居されているあの住民の皆さん方の安心・安全をですね最優先に考えていただきながらこの建て替え授業というものをやっぱりあのこの2年間の,あのアドバンテージというか遅れがあるわけでありますから逆にここスピード感を持って進めていただきたいと思いますしあの今、の他のまあ団地再生授業も市内で行われている中で結構、やっぱこの再生授業が行われている。 団地っていうのは市内でもやっぱり、一等地のであるというふうに僕はいつも思ってまして、この東領の支援住宅もまあご多分に漏れず、えー、半径500メートル以内には、3つの鉄道会社、そして駅が4つあって、で近所にはまあ京都でも、ね、有数の商店街である、まあ、大手筋商店街も近接しているというところでありますから、非常に可能性を秘めた地域であろうというふうに思います。 あのこのエリアの魅力あるまちづくりにつながるあの、この団地再生の授業というのは、大変重要なものであると思いますんで、<laughs> えーまあ、これも地域の皆さん、そして事業者、そして本市、しっかり連携しながら、課題共有しながら進めていただくということを要望させていただいて、質疑を終わりますでは次に、富樫、どうぞ。 高橋よろししくお願いいたしますえっとあの私からは、あのまあ、これ、あ大きく2点についてお聞きしたいと思ってます。まず、あの今回、ですね棟梁市営住宅の団地再生事業着手にあたり、事業効率的、効果的に実施できるよう、事業の内容、えー、事業手法、および事業者の選定に関する事項について、市長の質問に応じて審議する、えー、ために、えー、この京都市棟梁市営団地、えー 住宅団地再生事業検討委員会を新たに設置するということでありますでこの棟梁市営団地の再生に関してど,どれだけのものを審議の対象にするかということで確認したいんですけどそもそも以前の前回の町づ委員会に付託されておりました陳情審査の際にも管理重工を少なくしないようにして えー、ぜひ、あのー、取り組んでほしいということを要望していたわけですけれども、まあ、この検討委員会では、この事業の規模そのものについても議論の対象になるということで、よろしいでしょうか谷本担当部長。整備する住戸数に関してのお、えー、内容かと思います。 えっとあの団地再生事業の実施に当たりましては、えー、市営住宅のストック総合活用指針に基づいて事業を進めております、えー、その中ではです、ね、市営住宅を公募しても応募がない住居や空き住居が一定数ある、でまた、えー、民間賃貸住宅を含めて低所得者に対応した住居が一定供給されているという状況等から、えー、まあ、 え耐震性を満たしたりとかってことで安心安全な住環境の課題解決をするとともにえそのえ市営住宅の保有量の最適化を進めるということになっておりますえその前提でいきますとあのえ住宅整備するあの整備計画の段階でえ住戸数の方は、えー あ、まあその数についてですね、判断をしてまいりますので、その附属機関の方においてですね、その個数を審議するということは考えておりません。高橋し、えっとまああの、今のところ考えてはいないということなんですけど、それはあの一般論でそのまあ皆さん方はそのアキヤとかが多いから。 え公営住宅はこれ以上作らないんだという、まあ、あのどんどん減らしていくんだということを言われるんですけど私はやはりあの手ごろな住宅を供給していこうと思った時に、まあ、公営住宅がどれだけ供給されるかっていうのは市場全体の影響を与えるということで私は京都全体のそ,の、えー、そういうこうなかなか手が届きにくくなってきたという状況を改善していく上でもやはりこういう市営住宅の,あの 安定供給とと非常にに大事だいいう,ふうに思っていますでその視点で考えた時に棟梁市営団地っていうのは非常にあの利便性が高くあのきちんと募集したらあの応募してこられる方はたくさんあったはずだと思うんですけどそういうのは別に京都市としてはされてなかったわけなのでそういうことでいうとやはりちょっとその一般論を適用するんではなくてこの棟梁市営団地についてはやはり 町、えー、の,のにぎわいとかいうことをいろいろ、ちょっとあのこのような陳情審査で言われておりましたけれどもそれを考えますとやはり一定個数をあの今住んでる方だけではなくて新しい住民の方もお、えー、呼,び呼び込んで、えー、一定、もともとの個数ぐらいは確保して、まあ、そ,それが大手筋の商店街にも、まあ、波,及し波及するというふうに思いますので、まあ、その意味でやはり、あのー、この個数 についてもこう減らす前,前提とか今住んでいる人の住み替えだけしかやらないという消極的な姿勢にならずにもう少し攻めの戦略を持っていただいた方がいいんじゃないかというふうふに思うのでそういうことも含めた検討をぜひできるような委員会にしてはどうかと思うんですけれどもいかがでしょうか谷本担当部長はい、えー、東梁市営住宅団地におきましては、えー、とまあ老朽化がまあ進んでおりまして 耐震性も低くお風呂がないということで、まあ,あの段差再生事業の対象段地になりました。まあ,あの当然あの耐震性もないというふうな中で段差再生を行いますので、えー、まあ段、えー、工房を停止してですね、えー、まあ、新たにあの居住される方を あの受け入れることではなくてしっかりと安心安全の整備をやっていくということを進めていくということで今、取り組んでいる状況でございます、まあ、一方であのえ整備コストにつきましては考え方は先ほど申し上げたとおりでございます一方で断熱再生事業を実施におきましてはえまあ引き続き市営住宅の住戸としてえ整備えまあ先ほどの耐震性等を満たす住戸を整備していく。 一方で、えーまあ、集約化によって空、えー、いた活用地につきましてはそれぞれのポテンシャルを生かして整備をしていくということを念頭に置いております。あのえー 棟梁のうんと団地再生計画におきましても、えー、その活用地につきましてはです、ね、町の魅力を高めるゾーンということで、えーまあ、今段階では例示ですけれども、新たな住宅や利便施設などの立地によって、えー、多様な世代や機能を呼び込む町の魅力を高めていくということをコンセプトとしておりますので、これらを念頭にです、ね、審議の方をいただきたいなというふうに考えております。高橋 えとそういうものを念頭にということで言ったらわ私はその意味では重工数を増やすということも入れるべきだと思います。というのは先ほど説明いただ、まあ、ご提供いただいたようにあの、まあ、安全性の問題から建、ね、て替えるんだと、まあ、でだからあの工房を停止せざるを得なかったんだという事情があるわけですね。でここはだかからあの人が募集してても来ななったのではなくて 募集を、まあ、あの老朽化によって止めざるを得なかったっていう事情があったっていう説明やと思うんですが、まあ、そうするとあの本来機能を提供していればもっとたくさんの方がお住まいになるはずだった住宅だということになるわけなのでそれを見てはやはりあの住戸数を減らすっていう前提に立たずにやはり本来的にはやっぱこれぐらいの規模があの安全性が確保されておればあのちゃんと住み替えが進んでたという想定に立って 住宅を建て替えるということを考えていただきたいしその活用地って言われるんやけどもそのまずはその,あの集約化で空いた部分っていうのはそういう新しい方も新しい住民も受け入れるということを進めていただきたいなというふうに思うんですで市営住宅全般ですねやはりそれ建て替えとかになるとどうしてもあの公募停止されると だんだんそれに伴ってですね高齢化が進んでいくっていうのはまあ必然だと思うんですでそのコミュニティのバランスを考えましてもやはりあの新しい住民に公営住宅に入っていただくということを考えてその公営住宅の中全体での,あの世代交代っていうのも適正に図られていく必要あるんではないかなというふうに考えますのでその点はぜひあの、まあ、検討委員会を設置にあたってはそういうのも含めて検討いただけたらというふうに改めて要望しておきます でそれであと1点ちょっと確認しておきたいのがあの、まあ、団地再生事業ということで言いますとあの陽成、近隣、えー、三条、岡崎三部、三部東という、まあ、6団地の再生事業もやられているんですけどもちょっとあの事前に確認しましたらこ,こ,この事業については検討委員会設置されていないしかし今回は設置するということになっているんですけどもこれはこのどういう違いがあるんでしょうか。担当部長 はいえー、今回の棟梁の市営住宅の団地再生事業につきましてはです、ねえーっと、事業規模の方があかなりまあ大きくなってございます。えー、PFI の導入基本指針、京都地方で定めておりまして、えー、事業規模が50億円以上で、で、まあ、競争性が確保されるもの等々。 という基準がございまして、これらに照らしますと、まああの PFI を導入していくという形での前提になってきているという状況でございます。高橋。まあ,あのえっ、ー、とそれは一棟の建物が五十億円以上になるという意味合いでしょうか。谷本担当者。えー、そう全体の事業費ということでございます。高橋。まああの。 そういうそういうことで、あのー、まあ六段地の場合には一応事前に住民の声を聞くというのがありましたけども、この場合にえっ、ー、と今回はあのまあ検討委員会設置されましたけども、これとあのー、まあ今住まれている方やとか周辺の住民の方の一卒っていうのはどのようになっていくでしょうか。大本担当部長、挙手をお願いします。はいどうぞ。すみません、ちょっとあの最後は聞き取りにくくてすみません。高橋どうぞ。えっとあのまああの。まああの 今回はちょっとそれ50億円規模という大きな事業規模になるということで検討委員会が設置されたということなんですけどそのこの検討あ設置されようとしているということなんですけどもそのこの検討委員会への,あの周辺の住民の意思の反映とかあるいはその今,今お住まいなという方住み替えられる方の住民の要望とか声というのはどういう形で反映されることになるでしょうか。本担当部長はい えと検討委員会の方につきましてはです、ね、えー、と地域の、えー、自治連合会等の役員の方、地元の方も入っていただくという形でございます、でまた一方で、団、え、地、ーまあ、再生計画を今、あの策定中ということなんですけれども、えー、その場におきましては、まあ、アンケートの実施であったり、細やかな説明会の開催によって、えー、ご意見の方もいただいております、今後も当然、あの事業を進めていく折に触れて、そういう丁寧な対応の方をしてまいりたいと。いう ふうに考えてございます。高橋委員、まあぜひあの丁寧な対応を心がけていただいて取り組んでいただきたいと思います。以上です。はい、他にございませんか。田中の委員、田中の委員。 今回の,この見直しについてでございますがご、まあ、工具があったりあの伏見公園があったりとか非常に住む環境という部分においては非常に恵まれている場所ではないかなというふうふにも思っていますで併せて先ほど議論もありましたけれども、まあ、電車等々、ね、あの商店街もあり電車の駅もありという,ふうな部分で非常に恵まれている地域だというふうふにも思っています。 まあ一方で、いろいろ議論ありましたけれどもおだいぶ前の建物でありえまああのそれが今の現代の生活にあのフィットしているかどうかというのはあ結構悩ましいところもあるでしょうしえ一方で、この地域のみならず日本全体でその人口が減っている中でどうこれから快適に住んでいただくか。 でプラス今、市長がさまざまな形で手を打ってますけれどもどうその京都市に魅力を持って、えー、引っ越してきてもらうか。 まあ、ここの部分についても、えー、ある意味、ここの市営住宅の見直しというところは大きな鍵になってくるかと思います、まあ、こんな恵まれた地域の中で、ね、あの公営住宅があるというのは非常にあの羨ましい話でもあり、えー、またその、いろんな形で今あの子育て支援の方への,、えー、あの支援策として、えー、市,営住宅市営住宅に入居される場合に 優先入居とか、まあ、いろんな方手当もされていらっしゃると思いますまあそこから考えるとです、ね、ぜひここの部分、改めて見直す中で子育て世代も含めていろんな方に移り住んでもらえる、まあ、そういうふうな団地、市営住宅として今まで以上に快,あの快適な場所にしていただけたらというふうふに思いますが、その辺いかがですか。 担当部長、はいえー、議員の方からのご紹介もございましたが、棟、え、梁、ーまあ、市営住宅団地の敷地につきましては、あの近隣にです、ね、鉄道3社が乗り入れているで、また東側には24号線が走っていると。でまた商店街 えと々うと、う店舗も充実をしているということで非常にポテンシャルの高い地域でございます、まあ、それらにつきましては先ほど来申し上げておりますけれども、あの市営住宅の住居の安全安心性を高めた上でえで、ー、お住まいいただくで、また活用地においては、いろんな用途が詰まった活用を図っていくと。であの言われている通りこの えー、一つだけでも魅力的なものにしていくっていうことが重要な反面、この一つだけではあの全体の底上げというのは難しい面もあろうかとは思いますが、えー、着実にその個々の事業を実施してまいりたいというふうに考えております。中野に、まあ全体的な部分もさることながら、まああのある意味皆さんとしてはここその何というかな、えー、京都市に。 移り住んでもらう、まあ、一つのパイロットプランでもありますし、えー、ぜひ、あのー、積極的にいろんなあ形今までの前例にこだわらずいろんな形で挑戦していただけたらと思いますであともう一つあのちょっとこれはリクエストなんですけれどもここのテリトリーというのは都市計画局のテリトリーだと思いますただあーこの辺、あのー、私も おーまあ歩いたりはする時はありますけれども結構狭い道が多いんだよねもし可能であればね例えば建設局というか、まあ、道路にちょっとだけ教室するとかいうふうな形で狭い道を若干改善するないしはあ 車道に線が引いて歩道の部分としてエリアで分けているところが少なからずあると思うので例えば歩道の部分だけは確保できるように若干、セットバックをしてここは歩道として使ってくださいねというふうなことで、ね、あの極横断的に、まあ、あのこの。 市営住宅に住まれる方だけではなくて周りの方も含めて、えー、さらにその安心安全に暮らせるようなあの展開をしていただけたらというふうふに思います、えー、その辺についていかがですか、はい、担当部長 <laughs> はい東梁、えー、市営住宅団地につきましてはあの敷地内は非常に高低差がございます、でまあ、東はあの先ほど申し上げました24号線ございました。まああの 当然ながらかなり、えー、車道幅もあり、えー、歩道もあるで一方で周りの状況を見ますとかなりあの、まあ、昔ながらの街並みが残っていて縦て詰まっているで、えー、その棟梁・経営所属男自体が、まあ、経営者があるという意味であの西川の方は割と石積みだったりとかするんであの実態上の話でいくとそういう状況があると。 いうことを前提としつつ、まああのご意見もあのいただいておりますので、あのそういったあのまあご意見もあるということの中での検討は進めてまいりたいというふうに考えております。中野委員、まああの先ほど申し上げましたけど、その新たに子育て世代も含めてね、あの来られる一つの目玉商品として、まあこの市営自宅、まあいろいろと知事元の方とも含めて議論される中で、今まで以上に。 あの素晴らしい環境が開発できるように、えー、ぜひあの知恵を絞っていただけたらと思います。終ります。はい。他にございませんか。はい。なければ次に議第99号市営住宅条例の一部改正について質疑のある方は挙手を願います。はい。結構です。では中野委員どうぞ。 中野委員、はい、引き続きよろしくお願いします。まあ、あの昭和二十九年にあの竣工されたというふうなところで、まあ、非常に老朽化が進んでいる。えーまあ、あの今後活用するというふうな部分についても。 建て替えたりとかいうところも含めるとなかなかお金もかかるところがあるというところで、まあ、今回この廃止をされるというふうなことでいろいろ伺ってはおります、えー、まあ広さ的にも若干、形的にはいびつな形ではありますが、まあ、非常に広い部分でもあります。 まあ今回この廃止をされた後の活用も含めて、まあ、地元の地域振興も含めてです、ね、皆さんとしてどういうふうな絵を描かれているのかお伺いいいしたいと思います田中住宅市長、はい、あの今回の木津市営住宅の用途廃止に伴いまして条例改正をお願いしているものでございますあの、まあ、この木津市営住宅につきましてはあの、まあ、資料にもございますとおり昭和29年 に、えー、あのできましてで、まあ、当時あの、淀町の、まあ、町営住宅であったものを、まあ、昭和32年にです、ね、京都市の方に引き継いだという経過がございますあの、まあ、地図にも周辺図にもございますとおりあの不動に面した土地ではございますけれども全、まあ、面道路のところには例えばの民間住宅があったりとかですねあとはあの間口がそれほど大きくはないということもございますし また敷地の中には一指定道路の方が現在ございましてそれを周辺住民の方が生活道路として今使っておられるとこういったこともございまして従前市営住宅という住宅地であったことから我々といたしましても今後ですね活用するにあたっては地元の方もちょっとご希望されてございますけれども宅地の活用を あ、希望されているということで、まあ、我々としてもそういった住宅用地ということをま想定をしてございます。以上でございます。中野委員わかりました。まあ,あのまあ、簡単に言えば、あの民間の方にあの売却も含めて検討をされるかあの余地があるというふうなところですよね。はいまあ、あの特にあの今お話のように。あの非常にこのここも。 先ほどの市営住宅と同様に、まあ、いろんな形で便利なところでもありますし、えーまあ、あの特に、えー、この川沿いという,うなところでその例えば風光明媚というところもあるでしょうし、えーまあ、あの当然、水災害の恐れはある一方で、まあ、あの非常にその開けた場所で景あの環境もいいと。 非常にその多くのファミリー世帯も含めてです、ねえー、関心を持たれる場所だという,ふうにも思いますので、まあ、いろんな形であの新たに家族連れの方含めてこれからの京都市に、えー、を支えていただける、まあ、そういった方々がお住まいになれるようなあのこういうふうな形で,です、ね、あの取り組みを進めていっていただけたら次に平井員どうぞ。 えー、今回の改正はですね老朽化で除去された傷を支援住宅を廃止するものだということですで、まあ、に建物がない状態ですけれども先ほどの答弁で、えー、となぜあ住宅,あ宅地活用にするとあのいうことでありましたけれどもなぜ宅地活用というふうに判断をされたのかもうちょっと聞かせていただきたいと思います。高市長 今後の活用についてでございますけれども、あのまあえーまあ、先ほどもちょっとご答弁させていただきましたけれども、まあ、現在、えーまああの、木津市へ住宅の住民さんにつきましては、あの令和2年にですね、退、え、去、ー、をされまして、現在、建物の方も除却をされているという状況でございますで、あの先ほども申し上げたとおり、 あのまあ周辺にですねえ民間住宅があるということ、それから間口がそれほど大きくはないということ、それからえまああの現在、敷地の中にですね一致指定道路があると、こういったことからですね今後、民間活用するにあたってはですねえいろんな事業者さんのご意見もお聞きしているところ、住宅用地が見込まれるのではないかというところで、我々としてあの活用の方,法方向性としてまあそういうようなか ことがま見込まれるということで今考えているところでございます。以上でございます。平井、いやそもそも関連は京都市でしょう。んであのそういう意味ではですね、公営住宅、まシ住宅そのものが、えー、なくなったとしても、あの除却した後に、えー、再度作るっていうことは可能じゃないかとあのいうふうに思ってまして、こういうそのえっ、ー、と淀川からあの割と近い地域ですけれども、こういうところにあの。 例えば今、京都市で進めているあの子育て支援のえ住宅なんかの、えーまあ、例えば京都市で直営管理するような、えー、市営住宅、まあ、あの平屋でも2階建てでもいいですけれどもそういうものができたのではないかと思うんですけどこういう選択はなかったんでしょうか。中田市長 はい、あの、この土地につきまして、あの、ま十、あ、事前にですね、その公的な利用ができないかどうかという部分につきましては、まあ、行財政局の、あの行政財産の必要な手続きに則っ,って、まあ、庁内の方に紹介をさせていただきましたけれども、あの、まあ、各局からの返答としては、まあ、利用希望はないと、いうような状況でございました。まあ、本市として、その、まあ、活用、各局の中でですね、活用予定がない中でですね、まあ、やはりあの、早期の活用を図ってですね、市政全体の、まあ、発展につなげる。 こういったことが重要であるという判断に至りまして、まあ、今回、えー、用途廃止をお願いして、まあ、民間活用していきたいというふうに考えてございます、以上でございます、平井、町内の活用がなかったというのは、それはそうだと思うんですよ、ただあの、都市計画局として、あの公営住宅存続という考え方なかったのかと、まあ、あのストック活用計画そのものの,あの問題とのは非常にあると思うんですけれども。 やっぱり公営住宅の数を減らさないという方向で考えるべきではなかったのかというふうに思うんですがいかかがでしょうか田中市長、はい、これはちょっとこれまでの議論と重なる部分ございますけれどもやはりあのストック総合活用方針、うん、え指針におきまして用途配止団地としてまあ位,置位置づけでございます。 あの、まあ、全市的に、先ほどもちょっとございましたけれども、まあ、市営住宅の方がですね、数が一定、まあ、充足していること。まあ、それから、まあ、一定の空き重工があると、あの、公募しても、やはり、あの、応募のない団地もございます。まあ、そういったことを踏まえまして、今回、えー、活用を進めていきたいというふうには考えてございます。以上でございます。平井。あの、一定充足しているっていうのは、あの、調査に基づいているのかということと。 本来ならば、充足、えー、しているあの状況なんかもあのきっちりと調べるべきだと、まあ、行政機関ですからあの、本当にそこに必要性があるのかないのかというのは、やっぱり持つべきだというのが一つとあの、えー、今までの,その老朽化した、えー、市営住宅ならば、空き塾が出るかもしれませんけれども、きっちりと管理されたものならば、もうちょっと違う活用ができるんではないかと。 あのいいう,うに思いますし今も市営住宅全体、あの空きがいっぱいあるということですけれども、それはやっぱりちゃんときっちり管理ができていないということの表れではないかとあのいうふうにあの言いたいと思いますあの、この除却された建物の奥には住居があって、えー、侵入路がなくなるのではないかと。 ということで、少しお声を聞いておりまして、まあ、そういうことになれば、生活に大きな支障を来すということになるんですけれども、この点では、そういう話が出てるのかどうか、あのいかがでしょうか市長、はい、事前にあの学自治会であったり、あとは近隣の住民の方々に。 今の状況についてご説明をさせていただきました、あの希望としては当然、生活道路として今現在使われているということもございますので、我々今後活用していくにあたってはです、ね、この今の道路をです、ね、今後活用にあたって、まあ、あの事業者が決定する段にはです、ね、しっかりとあの今の住民さんの状況等もお伝えしてです、ね、活用していただきたいということはあのお伝えしていきたいというふうには考えてございます。以上でございます平井委員 まあお伝えするだけでは、新入路がなくなれば生活ができなくなるということですから、まあ、ぜひきっちりとあの最低でも新入路は作っていくという方向で、事業者にあのまあ伝えていくということは必要だし、あの今後もですね付近の住民の方々の声っていうのは出るというふうに思うので、まあ、あのきっちりと声を聞くというのは、基本に据えていただきたいということをお願いして終わりたいと思います。 他にございませんかはい、なければ以上で負託議案に対する質疑を終わりますそれでは次の報告聴取に関連なる理事者はこれでご退席願いますお疲れ様でしたえ次の報告聴取につきましては休憩室に行いますのでよろしくお願いいたしますそれでは準備が整いますのでしばらくお待ちください それでは、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の改正案に関する市民意見の募集についての報告聴取を行います。委員長、報告願います。上原建築指導部長、着席して報告してください。ありがとうございます。京都市建築物等のえバリアフリーの促進に関する条例の改正案に関する市民意見の募集についてご報告いたします。お手元のまちづくり委員会資料をご覧ください。 京都市では平成16年に京都市建築物のバリアフリーの促進に関する条例を制定し市民などの福祉を推進しているところでございますこの度高齢者障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律の施行令が改正され令和7年6月1日に施行されることに伴い条例の改正案を取りまとめるとともに 市民のの皆様からごご意見を募集ししまますすでご報告いたします条例改正の概要につきましては別紙の市民意見募集のリーフレット案にてご説明申し上げます恐れ入りますが別紙の1ページをご覧ください丸1政令改正に伴う規定整備でございます上の表に改正前下の表に改正後の整備基準を記載しています 1>, 1点目は、現在、車いす使用者用のトイレが建築物に1以上とされているところ、改正後は原則として各階に1箇所以上設けることが義務化されます。2点目は、車いす使,使用者用駐車場について、現在、市の条例で全体の駐車台数に応じて一定数の設置を義務付けているところ、また3点目は、 劇場などの客席について現在市条例で施設の総座席数に応じて一定数以上の車椅子使用者用のスペースの設置を義務付けているところ2点とも改正後は政令で同等以上の整備基準が定められますそのためこれらについてこれまで京都市が条例で定めていた整備基準を廃止します続きまして 2ページ目の丸2競技等の手続きの合理化でございますバリアフリーと。バリアフリー法の整備基準が適用される一定規模以上の建築物につきましては、バリアフリー基準の適合性を含め、建築基準法に基づく確認申請および検査に一本化し、条例による競技および検査のを不要とします。 なお法の整備基準が適用されない小規模な建築物を建築する場合などは引き続き条例による手続きが必要です続きまして3違反行為に係る公表制度の創設でございます条例の手続き対象となる小規模な建築物について違反行為があった場合に公表することができる制度を新たに設けますなお、 1および2の改正により、法の対象となる一定規模以上の建築物の違反行為については、建築基準法またはバリアフリー法の罰則が適用されることとなりますので、条例の罰則規定は廃止します。公表の対象となる違反行為は、条例による命令に従わない行為などでございます。市民意見募集リーフレットの説明は以上でございます。 恐れ入りますが、まちづくり委員会資料にお戻りいただき、2、市民意見募集の概要をご覧ください。1、募集期間は令和6年10月30日から11月29日までで、括弧2、周知期間は記載のとおりであり、障害者団体や事業者、建築関係などにも周知いたします。最後に、理面の3、今後の予定でございます。 紙面意見募集の結果をご報告させていただいた後、令和7年2月司会に条例改正議案を提案し、改正条例の施行は令和7年6月を予定しております。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、え、ただいまの報告について何か質問はございませんか。はい、結構です。では中野委員。 中田委員、はい、よろししくお願いします、えーまあ、あの今回、こういった形で,です、ね、市民意見の募集ということで、まあ、広くあのいろんな方からお話を伺うというふうな部分についてあの評価するところでもあります、でまあ、今後です、ねあの、この条例をいろいろ展開されるにあたって、まあ、当然、京都市、京都府の施設も、まあ、これに該当するようになると。 まあ、例えば、簡単に言えば西京極の,運動あの陸上競技場とか、まあ、あの京都市の,はあの美術館じゃなくて、えー、京,京都会館とか、まああのまあ、そういった施設もお当然対象になるでしょうし、まあ、それに対しての改修も必要になるかというふうに思いますけれども、えーまあ、今後です、ね、まあ、これら含めて、えー、条例をどう改正すべきなのか。 まあどういったものを求めていくのかということを多くの方からお話を伺う中で、まあ、一定、その京都市あの公,共建あの公共施設に対してもこれが適用されるというふうな部分で、まあ、もうすでに調整は始まっているというふうに理解しておりますけれどもそれでよろしいか,ですか上原部長、はいえー、とこちらにつきましては、えー、建物を建てられる場合などがあの新たに。 対象にになってくるとといいううものののでです既存の建物に及ぶただ、ままた先ほどの車椅子使用者用のスペースの義務付けにつきましては今まででも市場例で独自で設けているということでございますので新たに建てる場合に少し政令によって強化されるんですけれども直ちに既存の施設に新たに作るということは今のところは想定しております。 その部分も含めてです、ねまあ、今回、募集されるにあたって、えー、その新規の建設に、まあ、限るというのはおかしいですけど新規の施設に適用されるというふうなところは改めてそのお伺いする中で。 ちょっと付け加えられた方がいいかと思いますともすればその今の施設も含めていろんな形で障害を持たれる方がさらに便利になるというふうな思いを持たれてますし今その方向で京都市も動いてますけれども直接これについては特にそこは言及されませんというふうなところはある程度若干ちょっとそのどっかであの いい加えといった方があのその皆さんが思ってるのとあのどうしよう義務にならないかなというふうに思ってまあ、そこは思ってるところでもありますまあ、いずれにしろそのあの外国特にその欧米と比べると日本の場合はその車椅子の例えばあの観客席がまあ一桁少なかったりと。 いうふうふな指摘を多々受けるところがあります、まあ、そこの第一歩として、まあ、いろんな形で展開される中新たにまあこのお条例を作り、えー、新規の施設に対してはこういった形で適用されるというところについては非常に前向きでもありますしぜひ今後さらなる展開を望むところでもありますので、まあ、いろんな方のお話を伺う中で,です、ね、新たな条例制定に向けて、えー、励んでいってほしいと思います。えー、何かありましたら 今回の、えー、改正案につきましては、えーまあ、建築団体のほか、まあ、障害者団体の方にもご説明をあに上がっております。 でまあ、この改正自体につきまして特段あの、何かご意見ということではないんですけれども、えー、しっかりと立てた後に、えー、維持管理などで適正にそういう状態をあの確保しておくようにあのそういうご要望などもいただいておりますし、えーまあ、個別の今までの条例の規制の中で、えー、こういうことをもうちょっときっちりあの徹底してほしいというような内容もお聞かせいただいておりますので、えー、そういうことをこれからもあの、えー、進めていきたいというふうに考えております。 では次に倉田委員どうぞ。倉田委員。はい、あの私の方からも、えっと一点伺っておきたいと思います。あの。まあ、国の、えー、今回の、えー、法改正に先立って。本市では平成16年に。 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関するまあ条例をまあ制定をし、そしてあの実施を図ってきたということでありますで、本市におけるこれまでの実績というものと、そして、えー、そのこととの関係で今回の条例改正をどう評価しているか、これについてまずお答えください。上原部長 はい、えー、先ほどあの条例につきましては平成16年にあのバリアフリー法の施行と合わせまして条例化してるんですけれどもえと京都市でこういう福祉のまちづくりを進めるというのはもっと遡って昭和51年に福祉のまちづくり要項ということを制定しまして全国に先んじて。 バリアフリーとか福祉のまちづくりに取り組んできております、で今回の,あの政令の改正につきましては、まあ、そういうのを言って、えー、先行してきたものに国の基準もあのだいぶ、えー、あ合わせてきてもらっているというふうに評価をしておりまして、まあ、あの障害者団体との連携ですとか、これまでも進めてきておりますので、えー、まあさらにこれから行政としてやるべきことを進めていきたいというふうに考えております。倉田委員 はいあのまあユニバーサルデザインということが言われまあノーマライゼーションというね考え方のもとにやっぱりあの建物というのは、えー、それをこう活用する方々のやっぱりニーズにこう応じたものにしていくでやっぱり人権を保障するというものだとこういうあの考え方がやっぱりあのー 具体的に実践されていくということがすごく大事だというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味では今回この促進が図られていこうとしていることは大変喜ばしいことだと思っておりますであの今もおっしゃっていただきましたが、まあえー、国に叫んじてやってきたことで国がまあようやっとこう形を整えてきたという見方をするということになりますとで本市としては次の新たな課題 今後の全身面、どのような必要性を考えておられるか、もし今ここでお考えがありましたら、お聞かせください。上原部長、はいえー、と先ほどもあのご意見いただいたのにお返ししたんですけれども、えー、まあ既存の建物などにつきましても、一定の,あの取り組みも必要だというふうに考えて,きております。で例えばえ9月の末に、えー 京都美術,館です、ね、美術館のバリアフリーの状態を親子で見学していただくというような取り組みも進めておりまして市民の関心も高めながら施設側の,その取り組みを進めていくということも必要だというふうに考えておりましてそういうことを民間の建築士の方ですとか福祉の団体さん などと連携しまして普及啓発などを今後も進めていきたいというふうに考えております。倉田委員、あの先ほども述べましたけれども、えー、建築物の安全を確保するということは、えー、人の命とでその人権を保障すると、まあ、大変大事なあの仕事だというふうに思います。今おっしゃっていただいたように、例えばあの交通政策の場面場面でもやはり当事者のじ とととの兼ね合いということでは、当事者の声を聞くそして実践をするそして検証するという、まあ、このことがすごく大事だというふうには思いますので、えーまあ、建築行政における本誌としての 責任を果たたたしていいいだきたいと思います、まあ、そういう意味では、今回のことも、一定、法規定となった部分については、えー、これまでの議論とも重なりますが、まあ、民間の検査機関のところに追うというところが出ておりますので、本来、行政の人権に関わる大切な実務ということについては、やはりあの行政としての最終責任がしっかり果たされると。 いうことが大事だと思っておりますので、この点、あのお願いをして終わります。以上です、はい。他にございませんか。はい。なければ、以上で報告聴取を終わります。それでは、次の陳情審査に関連な理事者は、これでご退席願います。お疲れ様でした。ありませね。はい。では。引き続き行います。よろしくお願いします。それでは、次に陳情審査を行います。 え陳情第2315号共同住宅の新築工事計画の見直しえ右京区山の内宮脇町を審査いたします理事者説明願いますえ上原建築指導部長せ着席して説明してくださいありがとうございますそれでは陳情第2315号共同住宅の新築工事の見直し右京区山の内宮脇町についてご説明申し上げます お手元の陳情文書表をご覧ください。陳情者は記載のとおりでございます。次に陳情の用紙でございます。右京区山内宮脇町で計画されている共同住宅の新築工事に関して、山内児童館とその館庭の日照を確保するために計画の見直しが必要であるとの見解を京都市が京都市会が表明することを願うというものでございます。 次にお手元のまちづくり委員会資料をご覧ください。建築計画の概要についてでございます。建築の主等は記載のとおりで、建築場所は右京区山之内宮脇町12。地域地区は工業地域建ぺい率60%容積率20%で20メートル第4種高度地区でございます。 建物用途は共同住宅58戸構造規模は鉄骨像地上4階建て高さは約12.5メートルでございます2、付近見取り図をご覧ください計画地は西高寺お池から西にあるお池通りから南に下がった場所に位置し計画地の北東に山の内児童館がございます裏面 3、配置図をご覧ください。敷地の中央部分から南に L 字型に4階建ての建物を配置され、北側にあります児童館の敷地境界線から建,建,築,建築建物の先端部分までは約3メートルの空地を設けられ、児童館の西側にあたる部分は駐輪場が配置されています。4、手続きの状況でございます。 中高層条例に基づく標識が令和6年6月12日に設置され、7月29日付で標識設置,とど設置等をと届が、8月22日付で説明状況報告書が提出されております。本市はこれまでに陳情者の方を含む近隣関係住民の方々から、本県計画に対して、 自動間への日照の確保やプライバシー対策工事中の安全対策等についての要望をお伺いしておりますまた陳情者の方を含む近隣関係住民だから中高層条例に基づく調整の申し出があり本市が住民の方々と事業者との間に入り9月25日と10月10日に調整会議を開催しております日照の確保については 本計画地は工業地域であり建築基準法に基づく日影の,の制限が定められておらずまた中高層条例では高さ1 7メートルを超える建築物の場合日影について指導することができると定めておりますが本計画は高さが1 2 5メートルであるためその規模に満たない計画となっております。 今後も住民の方々の意見をしっかりと聞いて、丁寧に対応するよう、引き続き指導を行ってまいります。ご説明は以上でございます。はい、えただいまの説明について何か質問ございませんか。はい、では、加藤委員。加藤委員。 何点,か何点か確認をさせていただきます。えー、まずはじめにこれまでの中高早条例の手続きについて、えー、地元に対して説明会は開催されてきたのか、まあそれ含めてもう少し詳しい状況をまず、えー、答弁願いたいと思います。上原部長。はい。えっ、ー、とこちらにつきましては。 本年の6月12日に中高層条例に基づく標識が設置されておりまして7月13日に1回目の説明会が行われ8月7日に2回目の説明会がいずれも山之内児童館で開催されております説明会では中高層条例に定める近隣住民の方に加えまして児童館を利用される児童の保護者の方も参加されたというふうに聞いております加藤委員 今の、えー、あった説明会の中では具体的にどのような意見が出されていたんでしょうか上原部長、はいえー、今回の陳情にもございますとおり、えー、児童館の、えー、日照の確保を求める意見が出されておりますほか、えー、児童館や計画地の前を、まあ、狭い全、えー、面道路になりますのでそこを工事車両が多く通り 通ることになりますすしそのの児童への安全対策を求める意見が出されておりますまた、計画されているマンションから児童館や児童館の庭を見通せないようにプライバシーの配慮を求める意見などが出されております加藤委員そして3つ目ですが、中高層条例に基づいて調整会議も行われているということですが、具体的にどのような指導を業者事業者に対して行われているんでしょうか。上原部長 この件は8月13日に今回の陳情者を含む近隣住民の方々から建築紛争調整の申し出がございまして9月25日に第1回の調整会議10月10日に第2回を開催しております調整会議では紛争の解決に向けまして近隣住民の方々と事業者との話し合いが円滑に行われるように本市が支援をしております 事業者が住民からの要望に対する今、検討を行っていただいているんですけれども、えー、その事業者は、児童館への日照を増やすために建物の規模ですとか形状を変更することは難しいというふうに言うてあのおっしゃっているんですけれども、えー、プライバシーの確保ですとか、工事中の安全対策については、対応策を検討してもらっているところでございます。 京都市につきましおきましては、えー、事業者から提案された密隔設設によるプライバシー対策ですとか、工事中の誘導員の増員配置による安全対策などの検討にあたって、えー、京都市も内容を確認しているところでございますで。調整会議は継続しておりますので、今後も住民の方々の要望をしっかりお聞きし、丁寧に対応するよう、引き続き指導を行ってまいります。加藤委員 なかなか大変なところもあると思いますけれども、引き続き、今、答弁にもありましたけれども、丁寧な対応を心がけいただいて、住民とか、児童館に通うお子さんのえ保護者の皆さんとかが納得いただけるように、対応を続けていただきたいと思います。以上でで終わりますでは次に徳橋どうぞ 高橋委員よろししくお願い,いたします、まあ、今あ、の先ほど中高層条例に基づく説明会が2回行われ、今、の調整が2回実施されているということでご説明いただきましたでまああのまあ児童館と言いますと、乳幼児、児童、生徒の居場所でありあります、で児童館はまあ10時ぐらいから 18, 18時ぐらいまでまあ土,に土,土曜日だとか、え、ー 夏休み、あるいは冬休みも含めて稼働しているという施設でもあるというふうに思います、で山の内児童館の構造ですねあの、陳情者の方にお聞きしますと、北側に建物があって、南側に庭があるという形と、でその庭のこの南側に、まあまあ、壁が立つような形で,です、ね、建物が建とうとしているということであります。 臨時、まあ、に、えー、児童館があるということを分かりながら、まあ、日照を子どもたちから奪うような配置となってしまっていると、で施設の、まあ、特性から考えましても、やはりこれは住人限度を超えているんじゃないかというふうに思います、で現,現時点で,です、ね、あの今、の日陰の規制とか、あるいはあのーえー、17メートル以上でなければあの指,指導できないという話とかあったんですけれども、やはりちょっとその施設の特性から考えましても、 まあ一層の配慮が、重要者側に対して求められるのではないかというふうに思いますので、その点でもやはり見直しを求める必要があるというふうに思うんですが、この点、日陰の問題について、日緒について、改めてご見解をお伺いします上原部長。はいえー、先ほども申しましたように、建築基準法。 におきましてもでまた中高層条例におきましてもこの地域において、えー、日照についての規制が及ばないということでございますでまた、えーまあ、要望はいただいているんですけれどもまあ、事業者の方から、えー、そのために建物の規模とか形状を変更することは難しいというふうにお伺いしておりますのでその他のま目、あ、隠し対策ですとか安全対策について引き続きしっかり指導してまいりたいというふうに考えております 富委員、まあ、あの児童館という施設の性質上、ですね、まあ、こういう工業地域とか、まあ、用途指定されているところも含めて、えー、作られていくということで、あのー、その意味でやはり、あのー、こういう児童館という事業そのものを、えー、この事業の質に関わる、まあ、重,重要な問題だというふうに思ってます、でどこにあったとしてもやはり児童館としての,あの機能を守られなければいけないというふうに思うんですね。 でその意味ではあのおそらく建築基準法というのは一般の住宅というを想定しながら、まあ、あの建築というのを想定しながら考えられているものだというふうふに思うんですけれどもやはりそういう一般の住宅だとかあるいは事務所だとは一段高いこの日証権の考え方がありうるのではないかというふうに思うんです。でえー、と子どもの権利条条約では第3条では第 えー、子どもに関係のあることが決められ行われるときには子どもたちにもっと最も良いことは何かを第一に考えなければなりませんという旨の規定がされていますまた児童館は子どもたちの生活場でもありますが子どもの権利条約では第27条で生活水準の確保ということで子どもは心や体が健やかに成長できるような生活を送る権利を持っていると。 で親、保護者そのために第一の責任者ですが、必要なときは食べるものや着るものや住むところなどについて国が手助けします、まあ、という旨が規定されています。まあ、これはあのユニセフがです、ね、子ども向けにあの条約の解釈を分かりやすく書いているものをちょっと紹介させていただきました。で、えー、これらの考え方に立つならば、やはり都市計画局としてもより一歩踏み込んだ、えー、対応をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。上原部長 えー、児童館の、まあ、機能を守るというふうに先ほどおっしゃったんですけれども、えーまあ、所管はあの子どもはぐ物はぐ組み局になるんですけれども、えー、児童館におきまして、えー、法令上 の観点において日照の確保に関する規定はないというふうにお伺いしておりまして、まあえー、建築基準法などの法令上、まあ、違法性がないということから、えー、これ以上の、まあ、指導はできないということでございますでまた、えー、と今回立ちますのは工業地域で20メートル 第4あ高度地区を定めているんですけれども、もともと7階建てを想定したような計画もされていたということをお聞きしていますけれども、事業者はその児童館があるということに配慮して4階建てに下げてで、北側からも一定の距離を保っておられるというような計画になっておると聞いております。富士委員 まあ私は、ですねやはりちょっとそ,のそれで私たち子どもたちに説明がつくのかなという,のは思,う思うんですね、でまあ、あの子どもたちからは、ですね、えーとまあ、暗い児童館にしないでと、で子どもたちにあ、これは保護者や、ね、保護者からは、暗い児童館にしないでと、で子どもたちに日当たりの良い環境をという声なんか、まあ、たくさんいっぱい寄せられてるんですけども、でえー、とそれからあの、まあ、冬場や日照時間短い冬休みとなると、子どもたちが児童館にいる。 時間が長くなるので配慮ししてほしいというような声なんかもありましてまあ子どもたちからはまあ1年生でいうとまあもうちょっとお日様を出してくださいということだとか明るい児童館がいいとか太陽があったらいいなと雨が降ったら泥だらけになるから工夫して作ってくださいまあこういう要望がありますで今ちょっと7階建てを4階にしたって話なんですけどちょっとあの20メートルの制限のところで7階建てってかなり 無理のある話やなと思うんでもともと土台無理やからちょっとそういう下げはったんじゃないかと思いますしちょっとあの要請率200%なんでね,あなんでねちょっとそれはまあ無理やろうと思いますで、まあ、現計画でにおいて、まあ、どれだけ、まあ、ちょっと憲兵率的にはあのどれぐらいの憲兵率の建物が計画されてるんで,されてるんでしょうか上原部長 鎮、はいえー、り委員会資料の表に紹介しておりますけれども、憲兵率は約54%で、容積率は約154%の計画となっております高橋委員。でまああのまあ、そういうことで、えー、なんですけれども、やはり私はですね、あのまあ、今一歩です、ね、あの事業者の皆さんには譲歩していただきたいなというふうに思いますし。 ちょっとその日照確保しようと思ったら、まあ、あの事業者の後ろを見ていたら、まあ、3階建てでもなかなか難しい部分もあるということでその意味はちょっは2階の部分を作るとかちょっとその波にこう、えー、とこうセットバックさせていくとかいうことも含めてちょっとぜひです、ね、工夫をしていただきたいとで、まあ、その意味で、あの司会まあ、だからなかなか、ね、行政の指導としては今の現状では限界があるという話があるので。 司会としての意思表明という話があると思いますし、まあ、御所の隣のマンションのときは、ね、あのそういう意思表明をしましたけれども、ぜ、ま、ひ、あ、ですねそういう司会としての何らかの意思表示がいるかというふうに思います、それからやはりあの子どもの権利条約の観点に立つと、やはり今児童施設については法令のまあ取り決めないということなんですけれども、やはりちょっとあの子どもたち、法令との関係でどこまで言えるかわからないんですけれども。 まあ努力義務とかも含めてですね、何かそういうえっ、ー、と児童福祉施設については何か考え、今後ちょっとあの政策的な課題として検討いただきたいということを申し添えまして質問を終わります。以上です。他にございませんか。なければ本件は陳情ですのでこの程度にとどみます。以上で陳情審査を終わります。それでは次の一般質問に関連な理事はこれでご退席願います。 では次の一般質問につきましては休憩するよ行いますのでご了承お願いします。それでは一般質問を行います。昨日までに倉田委員から上京区行道前の町マンション建設計画について一般質問のお申し出がありましたので通告のあった内容と関連質問を行うことといたします。それでは上京区行道前の町マンション建設計画について倉田委員どうぞ。 福田委員はいよろしくお願いしますえっとあの、えー、上行く行動前の町マンション建設計画について伺いますえ9月27日28日両日、まあ、住民説明会が行われましてあの私も出席をさせていただきましたえー、議事録も作成され、えー 京都市ににも,もう報告がされていいるとううふうにあの存じます、えー、住民側からこの説明会の中で、ですね、えー、住民が聞いた質問や意見、要望について、まあ、その場で答えることもあれば、えー、答えられない、持ち帰るとされた内容もございましたので、えー、持ち帰って検討された中身については、再度、住民説明会を開き、回答し、説明をされると。 このことは、あのその場で、まあ、了承をされておりますので、そういう流れになるということで思っております。でそこであの改めて、あのー、紹介をしておきたいと思うんですが、本計画の事業主は、京阪電鉄不動産株式会社と、九州旅客鉄道株式会社です。まあ、初代地は、えー、高度前野町と、そして山王町にかかります。 敷地面積は3853.04平方メートル、建物は地上7階建て、建築面積は2319.72平方メートル、容積対象面積は8033.27平方メートル、延べ床面積が9382.08平方メートル、建物の高さは19.98メートル、住戸数は114戸。 御曹建ての機械式駐車場89台駐輪場228台バイクは8台とミニバイク14台ということであります用途地域は千本通りに面した商業地域と東側は純工業地域でありますがまあ,あのご承知の通り当然あの千本通りはね 一定の商店街ということで、まだ形状をとどめておりますけれども、千、え、本、ー、通りから東に入りますと、えー、住宅密集地であります。まあ、これがあの、えー、事業者サイドがあの、住民説明会で図示された立地図でございます。でそこであの、まあ、説明会でですね、まあ、なぜ3メートルもの盛り土が必要なんですかと、まあ、このようにあの住民が聞かれますと、まあ、事業者側は、 この敷地内での車の移動ができるよう、つらい地となるよう整地する必要がある、まあ、このように説明がされております。駐車場は、この敷地北側、まあ、あの生活道路に面したところになるわけですけれども、設置する機械式の駐車場でありまして、えーまあ、騒音はどうなのかというご質問に対して、まあ、昼間の千本通りの騒音,騒音よりは低いと。 まあこういうふうに、まあ、説明がされたわけですが、まあ、昼間でも静かです千本通りはともかく、えー、一本西や東に入りますとあの歩いていただければ分かりますが静かですまあ、してや夜間は、まあ、物音という物音はないと、まあ、こういう静寂な住環境との異質感異なる質感というものが、まあ、全くこの場では認知されていないと思えるような説明でありました。 でそこであのお聞きしたいんですが、まあ、京都市はこの地域の状況をご存知だと思います、住宅や、えー、住環境と、そして今あの、私が紹介しました、そして資料もすでに京都市に出されておりますので、えー、計画されているこのマンション計画というものについて、まあ、どのように把握され、えー、認識をされているか、お考えを聞かせてください。上原部長 本件につきましては早い段階で地域の方の声が上がっておるということを上京区の寺田議員を通じてお伺いしておりましてで地域の方におつなぎいただいたりしておりますでそ,のその中で早い段階から事業者への接触などをしておりますので。 中高層条例に基づく説明会の資料などまた、適録などもいただいておりますでその計画について計画についての認識ということでございますけれどもあのまだその手続きの上の正式な図面などがいただいておりませんしで、まあ、中高層条例に関しましては、まあ、その紛争の調整とかそういう説明事項 などを定めることによりまして紛争の予防とか解決するということを目的としておりまして、その計画についての認識というのを市が見解あ市が述べる立場ではございません。倉大院。はい、あのまあ申し上げておきたいと思うんですね。まあ当て住民は受け入れられない計画であります。まあ東側あのこれご承知の通り千本通りから土山まで土山町通りまで。 全部これマンション建設計画地ということになっているわけですけれどもその東側は3メートルの盛り土の上に、まあ、東側は5階建てということでありますが3メートルの上に、まあ、あのマンションが建つわけですから周辺との調和など土、まあ、外視した計画でありますおそらくその,敷地,の、まあ、敷地をキャンパスとして例えんならこの中で何が精一杯できるだろうか。 まあそのように考えられた計画だと思えるわけですが、あの住民は機械式駐車場を含めた建築物全体のボリュームの圧縮、そしてこの機械式駐車場、これそのものの見直し、住環境に配慮した各地距離、これはもう最低条件だというのが、大体のご意見であります。で 京都市としてこういう、今、私が3点に絞って申し上げましたが、住民の声、お聞きになられたとして、えー、この当初の計画、示されている計画というのは、この地域においてはまあ過剰な計画というふうに思われないでしょうか、いかがですか。上原部長、はいえー、先ほども申しましたように、えー、京都市がその過剰ですとか、そういう見解を述べることはございません。 この住宅がまあ2階建て、えー、高くても3階建てのこの住宅が密集しているこういう地域でありますいくらあの表通りが千本通りに面しているからといってですねやっぱりですね事業主にはですねその敷地をキャンパスとして捉えるのはそれはまあ建物を建てる側はそうかもしれませんが近隣の住環境町の作られ方 その歴史的、文化的な背景も含めて、ですね、住民としっかりと合意が取れるような、そういう計画にやっぱり見直される必要があるということを求めておきたいと思います、それからあの住民側があの求めている資料についても、ここで述べておきたいと思います。まさにこの計画されているこのマンションによる具体的な生活への影響がまず認識できる。 このことが認識できて初めて話し合いの一歩となりますので、例えば日陰の影響についてですが、まあ、影響を受ける住宅の南面の1個ごとに、各季節ごとの日陰となる時間、これを示していただきたい。で掘削の候補、および掘削断面の小サイズ、そしてこの掘削される掘削面と、 臨居ですね近くにあるお宅それぞれとの距離これをまず資料で示される必要がございますこのことが住民からの求めでありますのでこの場で述べておきたいと思います機械式89台の駐車場の設置についてですけれどもね、あのー、住民説明会の場で、まあ、事業者側の説明ではこういうふうにおっしゃったわけです まあ、京都市も人口流出が課題となっていると、ファミリー層に入居していただくためにも、駐車場は必要なんですと、まあ、こういうご説明だったんですが、これ、もともと住んでる住民とは、まあ、関係のない理屈であります。現時点で、地域住民は、まあ、これ、合意できない計画だということを改めて、えー、述べて、そして京都市はですね、 近隣住民とやっぱり合意が図れる最低そういう事業計画となるようにこれは鋭意努力した指導をされるように求めたいと思います以上述べて終わりますこの件に関連して他にございませんかなければ以上で都市計画局を終わります理事お疲れ様でした次の建設局につきましては13時ちょうどから始めますのでそれまで暫時休憩といたします